5ドア3ドアシトロエン ZX はフランスの自動車会社シトロエンが1991年から1997年まで製造したハッチバック型の乗用車である。後にステーションワゴンが追加された。中国ではその後も継続生産されている。1986年に生産を終了した GS の後継車種として登場した。 BX は1400から 1900cc クラスとなり、水冷エンジンを持ち装備も上級化したため、ベースモデルの X との車格のギャップが大きくなりすぎ、GS の勾配層を完全には吸収できなくなってしまった。この隙間を埋めるために1991年に発表されたのが ZX である。 同じ PSA ョーシトロエングループのプジョー306のパイロットモデルという性格を持ち、ホイールベースは異なるが、プラットフォームを共有している。ボディ形状は5ドアのハッチバックでスタートし、クーペと呼ばれる3ドアハッチバックや、ブレークと呼ばれるステーションワゴンも後に追加された。ボディサイズは全、mm、全長 4070mm 全幅 1700mm。 全高 1404mm、ホイールベース 2540mm、エンジンは1.1リットル、1.4リットル、1.6リットル、1.8リットル、1.9リットル、2.0リットルのガソリンエンジンと1.9リットルのディーゼルエンジン、それらをシトロエン電灯の FF 方式で駆動した。スタイリングは当時関係の深かったイタリアのデザイン会社ベルトーネが担当。 最終的には例に漏れず、シトロエン社内デザインセンターが細部をまとめた。ブレークの荷回りはベルトーネのスタイリング。内装はシトロエン社内デザインセンターが担当した。サスペンションは前輪がマクファーソンストラットで後輪がトーションビーム。GS の後継車種でありながら、ハイドロニューマチックの採用はなく、一般的な金属バネが使われている。 しかし、旋回時の横 G とストロークでブッシュを変形させ、後輪が前輪と同位層に操打する、セルフステアリングリアークすると呼ばれる簡易的な四輪、操打機構が新しく採用されている。1995年にフロントグリル周辺の形状が変わるなど小規模な変更を加えながら、1997年発表の、クサらにその地位を譲るまで生産された。ZX は、 PSA グループが中国、武漢に合弁会社、東風プジョーストロエンの主力車種として生産され、タクシー等に幅広く用いられている。中国市場専用のノッチバック版のエリゼーも投入されている。日本では正規輸入代理店であったユーノスと西武自動車販売が5ドアモデルであるクラブトシュペールの輸入を1992年から開始。 1994年にはクーペが追加され、クラブがクーペと同じ1.8リットルに、シュペールは2.0リットルに排気量がアップされた。1995年にはブレイクが追加された。1996年ユーノスが消滅したことに、伴い、西部自動車販売のみの輸入となってからは、クラブ、クーペ、ブレイクの3タイプになり、すべて1.8リットルの排気量となり、クサラが、 輸入開始される1998年まで販売された。デザインがシトロエンとしては没個性的で、またエグザンティアに採用されたハイドロなどのシトロエン電灯の装備を持たなかったこともあり、販売は伸び悩んだ。しかしながら、シトロエンの特徴として挙げられる長いホイールベースによる快適性では決してその名に恥じるものではなく、乗り心地もコイル式としては極めて滑らかで、 優れたものであった。ZX ラリーレードシトロエンは、PSA グループ同門ノップジョーが、ラリーレード競技から撤退した後を継ぐ形で、1991年より、パリ、ダカールラリーに、ワークス参戦。同年発売の ZX を宣伝する意味から、参戦車両を、ZX ラリーレードと命名した。フロント部分は一応市販車のイメージに寄せているが、中身は、 プジョー 205T16 をリファインしたミッドシップエンジン四輪駆動の T3 のマシンそのものであった。パリ高では1991年、1994年、1995年、1996年に4勝し、FIA クロスカントリーラリーワールドカップのマニファクチャラー部門でタイトルを5連覇。当時は三菱、パジェロと熾烈なライバル関係にあった。 T3 クラスの事実上の撤廃によって、パリ高を去ることとなるが、最終型のマシンは、バギーのような形態となっていた。ありがとうございます。